おはようございます、JR 国分寺駅南口にあります額縁と洋画材料専門店次男画房2代目店主長谷川です。今朝もですね用事をしまして、日課としております。階段の上り下りと、ウォーキングを実践中でございます。ダイエット目的でね始めました。こちらの日課なんですけど、今体重がですね、65キロぐらいで、安定してますけど、あとねもう一息頑張っていきたいと思っています。はい。今日12月12日、火曜日ですかね。外寒いです。まあ子供今ね歩いてるっていうか上り下りしてる階段はね屋内なんでさほどね外に比べれば寒くないんですけど、やっぱねちょっとね底冷えしますね。はい。まあ運動してるうちにあったかくはなってくるんですけどね。はい。では今日も一日頑張っていきたいと思います。皆様のご来店心よりお待ちしております。ありがとうございました。